お疲れ様です。今日はですね、こちら京介クローンにゴブゴブぶち込んでみた。はい、ということでやっていくんですけども、ほんとゴブゴブばっかで申し訳ないですね。最近なんかずっとゴブゴブが使ってる気がするんですけど、まあ強いんでね、勘弁してください。はい、これで本当に弱かったらさすがにこすりすぎなんですけど、まあ強いんですよ。ちゃんと強い。もう置いとくだけでなんとかなっちゃうんで、まあ、許してくださいよということで、ちょっと前に僕がだいぶ気に入ってたね、京介クローン。ゴブゴブの枠が LSP かな。はい。まあそこに、これはぶち込んでみました。ただそれだけです。はい。まあなんかこのゴブゴブとクローンって、まあ別にゴブゴブじゃなくてもいいんですけど、まあ呪文使わせるっていう意味では、ポイズン枯渇だったり、ファイブ枯渇、まあウッド枯渇みたいな、役割に、ね、なるんじゃないかなというので結構良さそうですけどね。このゴブがあることによって施設も誘導、相手はお休み、何やねんなんですよ。さあ、というわけでちょっと気を取り直してね、まあ声があることによって LJ とかの、まあ、受けもできるし、トリマこれで様子見できるんでね、ここに序盤からなんかポイズンとか使ってくれたりとかあったらね、美味しいし、まあ一旦置き得かなと。さあ言ったとこで、まあアジアチャオールブレーカーの香りが。あ、マスケだ。ありがたい。あーでもボムポイウッド、マイティー。すかね。最近で言うと。だと、おーおー、メガナイトと。あ、違う、メガナイトオールブレーカーだ。さあ、メガナイトオールブレーカーだと、呪文が、まあ、ヤーナーメなのか、ザップなのか、みたいな、感じで。メガネ使ったな。あ、吹きやお前、出しゃばんな。出しゃばりすぎ。いや、ないとな。お、やらめなければ、グッドゲームパーティーでさえ。いや、もう、こういうことですよね。いや、こういうことなんですよ。いや、チンパンだな、マジ。さあ、ウッドもあるので。ウッドは別になんか柳雨でも、まあ、ぶちげファイアポテも良さそうなんですけど、まあちょっと高回転、やっぱ回転早い方がね、より小屋置けるし、クローン打てるし、小回り効くかなっていう意味のウッドですかね。さあ、小屋置いて、いや、いいな、小屋置いて、相手にコスト咲かせて、回収してカウンターでそのままクローン。でもいいし、巨石を出さずに、まあ、スケバリコウモリ、吹き矢みたいな。出しまくってクローンでもいい。諦めたかな。ガーゴイルね。名前ガーゴイルなのに、ガーゴイル使ってねえかんな。メガだ。メガ。使えや。なんならフェニックスにせえ。さあ、クローンなので、回収も早いよと。まあ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 。メガナイトとかにはね、もともと相性いいと思うんで、まあゴブがあることによって、より大型には戦いやすくなったかもね。ゴレとか。まあ、もともといいんですけどね。ゴレラは、エレジャイ。なんかその辺引けると、大型引けると基本勝てそうですね。クエイクウッドとか、まあ、ポイウッドの鉄壁野郎がどうなるかって感じかな。さあ、ちょっと、最後まで戦わせてくれ。コカッちゃんっぽいプロフィールではあったが、一旦小屋置いてな。はい、コカツ。ギャングで、ゴブリンバレルを完封できるんで、それがちょっと強いですね。さあ、ウッド使ったら、スケバレーコウモリクローン行きたい。行きたいけど、一旦ね。ナイト吹き矢か。珍しいな。プリンセスがいるのかどうかみたいなところはあるんですけど。まあ、これはこっちにスケバレ飛ばすと、あっち、スケバレに施設使わして右側の槍ゴブでね、ちまちま3発欲しいなっていう思いだったんですけど、キアで共有したいな。サボるね。お、いや、これさ、キョスケの爆破でスケブとかして、うい、計算通りだったらかっこよかったんですけどね。いや、なんかたまたまラッキー。しかも京介が入る、ミキアも入る。これで落ちんじゃね。京介のバカっていくらぐらいあるんだ。さあ、テスラ
1060か。絶妙だな。まあまあまあ、勝ちは硬いでしょう。キング折らしてくれよ。お、これなんかいい感じに許容して、これだけで、これ打っただけで済むの幸せっすよ。さあ、フギアチョンチョン。いや、これ強すぎる。普通に間に合わないよな。諦めたかな。諦めてないっす。370ね。根性がなりますね。370か。これでどうだ。うっ。いや、ゴブリンが入る。いやー、しっかり守られます。さあ、310。いや、これ来た。浮き輪ちょんちょんで勝つわ。え、これさ、間に合わないよな。相当悪くないと。いやー、間に合わないっすね。多分構えててマジギリじゃない、あの位置の吹き矢。多分魔術とかも出した瞬間タワー抜くんで、あれちょっとせこいかもっすね。さあ、クエイクかポイズンかを引きたい。なんならもう大型でイージー勝利でもいい。ダニエル、まさか一旦こいや。いや、あれじゃいやないかい。これもワンチャンあるけど、いやー、もう幸せだな。これね、五分ぐらいなかったらまたちょっと大変でしたからね。五分ぐらいあることによって、しかもこれカウンターでやめろ。いや、いい、それなら。いや、これはね、逆に持ってっていくと、あー、素晴らしい対応です。しかもボンちゃんいるんでしょ。あー、ボンタルか、珍しいかな。ちょっと両方いるのはボンタルトルネなんで、いや、意外と攻めが入らんな。ゴブガのチマチマとかが重要になってきそうだし、ボンバいるんで、まあ、セパってますか。あー、出た金髪。あいつだけはね、本当に恨みが、あいつに恨みがあるんで。さあ、耐えてほしい、できるだけ。どんぐらい耐えれるかな。うっ。で、タルがあるんですよね。こんにちは、エミスちゃんよ。リークが、いやー、いい反応すんな、マジで。逮捕ある。いや、この槍で正規を立てたい。あー、マジ金髪やばい。いや、これ金髪でこの子が壊れるのはちょっとよくねえな。あー、このままちょっとよろしくないな。大砲使わせるか。エレジャー使わしたくないっていう。はい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 。うわー、形組ませたくない。よしよしよし。いや、まあ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 。で、この五分具合で右側ちょんちょんやってもらって、あ、これやばいな。あ、でも右側ちょっと入ってるよね。ちょっと入ってるよね。入ってるんだよ。整形させたい。お願い、この槍ゴブでライト撃たれる絶対。お、ちょっといいんじゃない。いやー、大砲。お、ボンバーがここに来る。お、いやー、
やばい、マジでタイブレークでこれライトニングで消されてる。いやこれ橋は行けんとこか。食べました。これで事故らす。え、マジ天才か。ああ凡人か。あ、待って、ミスター、なにこれ、やばい、笑え。え、はみ出てる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 。事故れ、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 事故ってるー、ただのミスはみ出したぞ。いやまあでも怪しかったな。なんかこれ本当に多分ガインもされて最後にポイズンチョコンみたいなが一番きついね。攻めてくれてくれる相手ほどね多分戦いやすいかもしんないね。引き込まれるとキッチンもいい。さあキッチン今日もか知らんけど名前にキッチンって入れるやついんの特殊すぎん。だいぶ料理人。いやでもクローンはね、あとは両サイド攻めがねめちゃめちゃ大事。実は実はね、これもうきついんじゃないって。って言えよ。お願いマザネク芝居てくんね。お願いマザネクだけはボコボコにしてくんね。頑張れ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 。お、いやよくやった、いやよくやった。え、結構入るよ。いや素晴らしいんじゃないか。いや素晴らしいね。さあクローンの物量ゴリ押しでマザネク処理できるの熱い。あーまだこのサイクルか。最近マザネクのロイジャイくんですね。まあもう一回はみ出てここにはウッドが来るよと。でウッド来てスケバレ飛ばしてザピアーって感じか。あーボセちゃんこれウッド打ったらさちょっとはみ出る気がする。このうーん魂の一発届かねえか。きつい、はいきついです。全然きついです。いやまあ絶対きついんだけど、だけどよコウモリ最強だこれ。相手コウモリに5打たないといけないぐらいきついぞコウモリ。もうこれだけでいい。あーダメか、もしかしてだけど。ごめんなさい、やっちゃった。お、あでもあ絶対この武器はいらない。あでもこれウッド裂いてるんで、あこれもうあのさよならグッドゲーム。はい、ママのところへおかえり。マザネク全部守れると思ったら大間違いなんだ本当に。マザネク頼りね。あれマザネクで全部守れると思ったら大間違いなんだ貴様は。はい、よし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 。攻めてきてくれる相手はありがたいんですよ本当に。いや負け筋はタイブレイクが多いかもね。本当に守られる相手がウィザードを持ってる、ネクロを持ってるだとかマザネクを持ってるとかは正直そんなんね全然きつい入らない。うーんきついですけどきついですけど、きついんですけど、まあ、やっぱ両サイド攻めれるし、あとはマザネクを使わして、キョスケで回収しつつのカウンターだったり、まあ、マザネクいてもそんな知らんがなのブッパで。意外とね、物量で寄せるもんなんでね。さあ、プレイボーイ。生かした名前だな。今の
だあの名前の上にちょんちょんがあんなに生えてんだ。まあいいか。さあロイジャイ、あーまあソニックいなかったらいいな心から思ってます。まあソニックいなかったらもうあと文句どっちがいるかな。あーはいや即出してくる。さあなんとか耐えてもらって、まあ両サイドねずっと使ったよねあんた。いえおふきやー持ってけ。いやーそっちからじゃなかったな滝が。いやだがしかし146、いや残ったのはなんか運がいいんじゃない。逆に折れてるより残ってる方が削りやすい。あーまじまさにく、いやでもおばあちゃんじゃん体力生まれた瞬間やりゴムにやられてる。いやでかいな。でもやりゴム射程長いからさ今みたいなことよくあるんですよね。遠距離で殴ってマジアチャとかにも、マジアチャにはちょっと負けるか。相手の呪文チェック最後でした。最悪やばい。ファイブの、ファイブの時はダメ。あーいやこれでもね、ギリ耐えれる。ギリ耐えれるんですけど、耐えれないです。耐えて意味あるんかっていうとこですけど、だいぶ価値ありますね、この耐えは。で、あと、ウッド3周なんで、ちょっと一旦ウッドで、ケツとかとなんか怖いな、みたいな。ちょっと怖いっすよね、あれ。マザネクいんのやばいな。めんどくさいっていう方も。あ、でもこれ、落下が、確定で。いや、これ落下は幸せすぎる。さあ、落下で折れる。真ん中、キョスケギャングとかでもよかった気がした。で、トリトン来ます。いや、絶対トリトン来るべきやん。来ない。なんかいやっちゃって。あ、ファイボもウッドもそっちにつかないといけないのか、あんた。なるほど。それはよし、おしまいです。まあいい。でか。いや、なんか、ぬるっと終わりましたね。まあ、なんか、まさにくいても、なんとでもなるわ。さあ、よろしくね。でも、まさにく率がね、やっぱ高いね。環境、対策でもあるし普通に強いし、うっお願いマジアチだけやめてほしい。いやマジアチャの顔をしてる。マジアチャはね、あ救われました皆さん。マジアチャじゃないだけ本当に天国ですね。完璧なマイティバガーで全てを。いや、やりゴブ優秀すぎ。しかもなんかスケバレちょっと入ってるし。いやでもぽいか、マイティぽいか。巨大スケルトンいらんっす。ほんまにいらないっすね。マイぽいね。マイぽいはマイぽいか。ウォールブレーカーの受けが、うんうん、いやまあ頑張り次第かな。俺の頑張りで勝てるけど勝てないか。ゴム強いっすよ。ウッド使ったんで次ギャングで守れるんでね。そうあれが良くないのよ。でね、キョスケはね強いんですけどマイティにボコられちゃうんでね。さあまあでもこっからっす。
なんかすごい誘導の仕方してる。左か右か悩むな。さすがにポエンズ打たれそう。おお、ケツ。これはね、ボムを壊します。壊させてよ。コウモリはみ出たんじゃないの？あなたコウモリがはみ出てんじゃないの？いや、そっちにうっとしてくるんかい。マジか。なんで黒ずんだけ。いや、今のはねギャング追加逆。やべ、なんかのんきなことやってるとボコされる。はみ出てる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 。こらこらこら。これはね、なんもないサイクルなんでね、絶対いきます。素晴らしいポイズン。ポイズン使ったね。足前マイチ最強。正解。マイティないんだよ。お、終わった。さすがにこれ守れねえぞ。あんたが天才だろうが凡人だろうが誰だろうが止まらないよ。おい、さあマイティがねやっぱきついんですけど、逆にマイティが今こっちにいるってことは、あんたマイティ出せません。チャンピオンなんで、チャンピオンの弱点です。1体しか出せません。さあ今日も12勝ウルトラレアテマスチャレンジやっていきましょうか。まあマイティね、嫌いなんで選ばない。何にしようかな。正解率 0%。 あ、ウルトラこんかった。だる